ビーセンホーフェンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のオストアルゴイ軍に属す、町村であり、ビーセンホーフェン行政共同体の本部所在地である。ビーセンホーフェンは、アルゴイ地方に位置する。この町は、公式には7つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この町は929年に、ビラブオサホアとして、 初めて文献上に記録されている。B フェンは、ケンプテン修道院に、1610年からは、アウクスブルク市協領に属した。1551年にジムプレヒトフォンベンツェナウによって、ケムナート家の残党から、村の中心部とアルトドルフ裁判所を有する、小さな領主家オッティリーンベルク家が創設された。1803年の帝国代表者会議主要、決議以降、 町域内の集落はバイエルンに属した。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令によって行政上の自治体が成立した。1852年に B 線方編は鉄道に結ばれた。1864年から1876年までバイエルン王家の宮廷一行がしばしばこの地を訪れ、フィュス線へ向かうために、 行為の者たちは用意された馬車に乗り換えた。現在の B ホーフェンは1976年に、それまで独立した町村であった B ホーフェンエーベンホーフェンアルトドルフから創設されたもので、その名前ははじめ住民公聴会で採択され、政令で確定した。第二次世界大戦の終結後、交通の便が良いことから B ホーフェンには、アメリカ軍の大規模な除隊基地が設けられた。 町々は、ボルフガングオイリシュである、B 線方ンミルク工場 B 線方ンの主要な雇用主は、ネスレグループの工場で、様々な乳製品を生産している。2007年時点では、低アレルギーベビーフードや調理製品が、製品の多くを占めるようになった。2009年現在、増大するベビーフード需要に対応すべく大きく拡張されつつ、ある、B 線方ン液、 B 線方編は、日本の鉄道路線が交差する、交通の便が良い場所に位置している。リンダウからアウクスブルク、あるいはさらにニュルンベルクへ至る、ルートビヒ南北鉄道は、バイエルンで最も古い鉄道路線である。現在、ほとんどの列車が、ブーフローへからミュンヘンに分岐する。フュース線から来た、ケーニヒルートビヒ鉄道は、B 線方編で、ルートビヒ南北鉄道に接続する。 これにより B 線方面は、アルゴイ地方の重要な乗り換え、通勤駅となっている。連邦道 B16 号線が B 線方面を通っている。この道路は連邦道 B12 号線に直接接続しており、これを利用してアウトバーン A96 号線や A7 号線にアクセスできる。ありがとうございます。